皆さんこんにちは。ちょっと前に、情報募集動画である記念メダルの話を書きました。それについて、コレクターの方からご意見をいただいたので、紹介します。コイン専門のコレクターではないので、あくまで参考程度にお願いしますとのことでした。はじめに概要から簡単に説明していきます。コインの名前は、陸奥河原国家石油備蓄基地開発事業記念メダル。陸奥市にある、石油備蓄基地が設立されることになり、この記念に作成されたメダルだと思われます。コインには、1000円、と書かれており、コインというよりは記念硬貨だと思います。貨幣として認められていますので、支払いに使えます。ところは、この不思議なコイン、一体どこで、誰が発行したのかを調べるためにあるメディアサイトで財務省に問い合わせを行ったところ、貨幣ではない、という回答が返ってきています。また、造幣局でも発行の記録がない、という回答が返ってきており、いわゆる記念硬貨ではないことが明らかになりました。このコイン、自衛隊の駐屯地でセールスが販売していたという証言も出ており、1000円で購入したものだそうです。1000円、と刻印するのは通貨偽造に当たる可能性が高く、悪質な業者の仕業だと考えられますが、未だに真相は不明のままです。さて、それではいただいたコメントをご紹介しましょう。このコインはおそらく中国で作られた可能性が高いとのことでした。それはコインのデザインからわかります。まず、陸奥コインの特徴を挙げます。直径は40ミリ、コインの側面のエッジは甘く、角に丸みがあり表面が滑らかです。対して、大手のメダルメーカーの特徴と比較します。ジャタイラ工業は直径38ミリのメダルなので、違います。松本気象工業は、デザインは一見、似ていますが、ギザギザの部分が決定的に異なりました。松本気象工業のメダルにはギザがあるものは存在しないのです。その他、この方が知り得る業者を見ても、特徴は合致しなかったそうです。しかし、中国の業者ですと特徴が一致しています。1900年代の中国の硬貨は直径40ミリ前後、そしてギザがあるデザインが多いです。そのせいか、中国の記念メダルもそのようなデザインになっています。このことから、中国の業者に委託した可能性が高いのでは、とのことでした。中国業者にわざわざ委託した理由は、冒頭にお話しした1000円の刻印に関係していると思われます。このコインが購入されたのは昭和35年頃、当時の自衛隊の給料は1万円。大卒の初任給が1万3000円ほどです。当時にしてみれば、1000円のコイン、かなり高額ですよね。ただの記念コインをこの値段で売るとは考えられません。1000円の価値があるように刻印を刻み、記念硬貨とすることでこの値段でも売れたのでしょう。ちなみに金メッキを貼っただけなので、そんな価値はありません。この偽記念硬貨を偽造するために、日本の業者ではなく中国の業者に委託したのでしょう。いかがでしたでしょうか？この話、絶対わからないだろうなと思っていたのですが、コメントをいただいてなるほどと思いました。おそらく、公になるとヤバいコインなので、当時の業者が名乗り出ることはないでしょう。